君におかえりって言ってたのに、ミアが帰ってきた。動揺して喉が鳴っている。5番されたんだけど、さっきの動画なんか知らないけど YouTube さんから警告来たんでよかったらみんなさっきの動画にフィードバック送ってもらえると助かります。この清楚なチャンネルに傷がつくなんて悲しいよ、悲しいよ。YouTube さんに言ってくれたら嬉しい。あのページから送れるのかわかんないけど、メアも後で送ります。ということで、皆様初めてぞ。ねえ、せっかくの馬乗りシチュエーションが台無しになってしまった。話さないかな。ね、どうやって送るんだろう。さっきの削除されたページの URL にもしかしたらフィードバックを送るっていうのあるかもしれない。なので皆様、こういうことがあるのでメアのツイッターをフォローしといてください。そうだよね。君の心を奪ったのが先です。キュー、ごめん、ぶつかった。キュー、前のページから送れないの。そう、リンクのそのもの、さっきのページはメアのツイッターにあります。で、ツイッターのアカウントは右下のメアアンダーバー ASMR です。フォローしてください。できそう。次は、ちょっと色々時間かける。
外でちょっとなんか暴走してる、なんか輩がいる。ページからいけるみたい。ありがとう。で、その前のページはペアのツイッターにあります。ちゃっかり肩叩き始めてるけど、さっきと雰囲気が違うな。調べてくれてありがとう。まさか思い当たる、ま、チャンネルの警告、思い当たるものはあるっちゃあるけど、まさか詐欺とかスパムになるとは思わなかった。警告来るとしたら清楚ですよっていうやつが来るって思ってたけど、まさか詐欺とスパム。なんでそれやねん。ありがとう、フィードバック送ってくれて。違うぞ。さっきの雰囲気忘れちゃったんだけど。さっきいい感じに、いい感じに馬乗りになってたんだけど。ありがとう、スマホからいけるみたい。カムバック。深呼吸をしましょう。